にちは、池田しおりです。今日は、久しぶりにゴム跡がついててもできるヘアアレンジやっていきます。使うものはゴム一つです。華やかにもなりますし、ボリュームアップも出るスタイルになるので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。3滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。ほくれ毛は前髪と生え際を隠すように下ろします。髪の毛は後頭部下で一つにまとめます。ゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして空洞を開け、くるりんぱします。キュッとして少しほぐします。トップの部分も少しボリュームを出します。くるりんぱした横の髪の毛をもう一度空洞を開け、ここにくるりんぱします。キュッとしてくるりんぱした横を少しほぐします。毛先が乾燥していたら少しオイルをなじませて束感を出したら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ゴム跡がついててもできるアレンジになっております。ちょっと自粛モードでお出かけするのもあまりないかもしれないんですけど、そういう時こそちょっとこう練習しておけばいざとなったら使えるアレンジになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではさよなら。